鏡山旧やまにしきえとは、義大ゆ説及および人形浄瑠璃りの演目の一つ。天明2年1月、江戸劇座にて初演。全11段、姿ようまゆずみの作。この40年ほど前に、加賀藩で起きた、加賀騒動を題材としたもの。曲、岩藤、中老の絵の角書きがつく。ただし、現行の文楽では、鏡山旧やまにしきえの下台で上演されている。関東関令。 足利持氏が、家臣や家来を引き連れ、総集金沢のあたりで狩りをしていたところ、足軽の玄蔵がわざと獲物の鹿を逃がしたことに、一旦は、不況を覚えるが、玄蔵が利比を通して、申し開きをするのに感心する。そこに、京都の将軍家出事の細川頼幸が訪れる。頼幸は、千年滅んだ赤松三助の残党が、各地に隠れ住み、 ことを起こそうという噂があるので、それに気をつけるよう、持勇じに言い、さらに持勇じの弟縫いの助には、よりゆきの娘みさお姫と婚姻させるのがかねてからの約束であり、みさお姫はすでに持勇じのもとにいるので速やかに、この婚儀を進めるようにと述べた。持勇じは、婚儀と赤松の残党戦儀について、よりゆきに約束し、自らの館へと帰る。鎌倉にほど近い梅沢村では、 源造の妻沖が茶店を営んでいる。沖と源造がその場を外している間、老人の高木十内と娘のお初が通りかかるが、その後わしの全六が呼び止めた。実は十内は以前具合を悪くしていた折、その役料として五両の金を全六から借りていた。その金を利息も合わせて十両をこの場で返せ、出なければ娘を連れて行くという。 しかしそんな持ち合わせのない親子、身体に急していると、坂間伝兵という米商人が現れ、十両の金を十内に貸す。十内がその金を全六に渡すと、全六はしぶしぶながらその場を去った。伝兵は十内たちの様子を見て、自分の娘が寒冷足加賀家の御殿に奥勤めをして、中老となっており、お初も奥勤めができるよう図らおうという。 十内とお初は涙を流して、伝兵衛に礼を言い、双方は一旦別れてその場を去った。玄蔵が茶店に戻る。とさらにそこに来たのは、テーの車の遊女道芝。実は、持ち主の弟、縫いの助の婚儀が進まなかったのは、この道芝と深い馴染みになって別れられないからであった。道芝は、縫いの助との取り持ちを玄蔵に頼んでおり、 最近、縫いの助がわに来ないのはどうしたわけかと、正しに来たのである。現像は、実は縫いの助にはかねてよりの言い,い名付けである、三沢姫との婚ンが正式に決まったので来られないと、言うと、道芝はびっくりして、自分をすぐに、足利の館に連れて行けと迫る。きも戻るが、道芝の顔を見て驚く。道芝は幼い頃に別れた実の妹であった。道芝も驚き、 久しぶりの対面に互いに嬉し涙をこぼす。玄蔵は道芝に、縫いの助とは必ず会わせると約束し車まで送っていった。沖が二人を見送って、ほっとしたのもつかの間、多くの侍を従いたカゴが、茶店の前を通りかかる。それは官僚持氏が、忍びの途中であった。カゴを降りて沖の入れた茶を飲んだ持氏は、沖のことが気に。 入り目かけとして、館に連れて行こうとするが、すでに夫のいる身だと聞き、諦めきれずも一旦はそのまま帰った。そこに帰ってきた、玄蔵何を思ったか沖に一旦親里へ帰れという。その訳を言わぬ、玄蔵の心中をいぶかるも、沖は、持ち主のことも考え、ここにいない方がよかろうと、夫と別れて、里に帰るのを承知するのだった。 官僚持ち主は門中書で政務を取っている。現像の計らいにより故障の姿に断層し、館に忍び込んだ道柴は目当ての縫いの助と会うことができた。ところがそこへ、いいなづけの三サ姫が現れ、縫いの助を取り合いとなる中に、日期証言が来て、道柴は自分が預かると言って縫いの助と姫を奥へ下がらせた。持ち主が現れ、道柴のことが露見する。 玄蔵がその場に呼ばれるが、玄蔵は、遊女が官僚の館に出入りしたとあっては外文に関わるので、故障に変装させたという玄蔵の申し開きを、持有氏は感心し許した。持有氏の性質花の方からの使いとして、局の岩藤と中老の小野江が訪れる。持有氏は、岩藤、小野江、道島を連れて奥へと入る。 ところがその後、持ち主に気に入られた玄像があっという間に、大杉玄像と名乗り画廊となる大出世を遂げ、代わりに、重心の神、崎主前が持ち主に疎まれ、大将も取り上げられて館から追放されることになった。館を去ろうとする主前をおのいが出てきて引き止め、一通の書状を差し出す。それは先ほど岩藤が海中より落としたものだったが、 どうやらこれは、お家にあだなそうとする悪事の証拠らしい。修繕は、家中の様子に気をつけるようおのえに言い残し感を去った。玄蔵は道芝を逃がし、持ち主を毒殺しようとする証言の企みを、暴露するので証言はその場を逃げ出した。ところがさらにセ者が現れ、縫いの助と三沢姫を小脇に抱えさらってゆく。持ち主はこの騒ぎに、神屋敷へと移ろうとするが、玄造は、 証言の手勢が待ち伏せしているかもしれないので、相模川に沿った近道を行くように進め、持氏一行はそれに従い出立した。神崎主前の弟で、今は浪人している畑助が、館の騒動を聞き駆けつけてくる。現像は、持氏の命を狙ったのは、日記証軍であり、相模川へと逃げていったというので、畑助は、相模川へと証言の後を追った。 時はすでに夜の暗闇、雨も激しく降っている。松明に照らされながら、持ち主は、牙で相模川を渡ろうとすると、何者とも知れぬ者たちが持ち主めがけて切りかかってきた。友についていた家臣の和田左衛門は応戦するも、持ち主は川に落ち、首を打たれる。なんとか持ち主の体を川の中から引き上げたもの,の、それには、首がない。和田左衛門は、 持ち譲の死を当分隠すべきであるとし、首のない持ち譲の死骸を籠に乗せ官へと向かった。その後、血が棚を下げた者がそっと河原の草むらより現れ、手にした持ち譲の首を川の中に打ち込んで逃げ去る。道芝の父親である目ヒへは花売りをして暮らしている。目ヒへは花を担いで花問屋に向かう、道の途中、神崎修禅とそのケラ行き平を見かけるが、 主前が縫いの助とは縁を切ろうとしない道芝は、お家のためにはならぬゆえ殺さねばならぬというのを聞き、姿を表して親である自分が縫いの助とは縁を、切るように言い聞かせる、もし言うことを聞かねば自分が手にかけると主前に願い出た。主前はそれを聞き入れ、目表演に刀を与えて、雪平と共にその場を去った。官僚館から逃れてきた道芝はなおも、縫いの助のことを尋ねていたが、 父親の目兵衛に出くわす。目兵衛は、縫いの助とは縁を切るように道芝を説得するが、道芝は聞き入れない。詳しく聞けば、なんと、その腹にはすでに縫いの助の子を解体しているという。これを聞いて、目兵衛は、道芝の説得を諦めた。とりあえず実家である自分たちのところに来いというので、道芝はそれに従い、目兵衛と共に家に向かおうとする。 だが目ひょうえは、娘を切る覚悟を目に涙しながら極めていた。道芝の姉沖は、親里である目、ひょうえのところにすでに戻っている。しかし同居する、沖の母は重い病にかかり、その薬量として、大枚の金が必要である。沖はいた仕方なく、その金を苦面するために、自らの身を車に売る覚悟をしたのだった。沖は夫 現像のことや我が身の上を思って嘆きつつも奥へと、入る。そこへ、妹の道芝が現れる。病床より起きた母親が道芝を家へと招き入れると、道芝は母に、折り入って話があるのだという。道芝と母も奥へと入る。やがて沖きが車へと向かうため出かけようとすると、二気証言の家来剣淵島内が手勢を率いて、踏み込み、男と、 偽り足利の館に忍び入った戸がで道芝を撃つという。島内は道芝とよく似た沖を間違えて連れて行こうとするので、母親が奥から出てきて止めるが、神崎修前の家来行き平を近くで見たという知らせを聞き、島内は後で首はもらい受けると言って立ち去った。母は道芝が縫いの助の種を宿していることを聞いたので、道芝の身代わりになってくれるようお気に、 涙ながらに頼む。幼少の頃沖は病いがちで、その薬代のため、道芝が車に身を売るという事情があった。沖は嘆きながらも身代わりとなることを決心し、共に奥へと入った。目標へが帰ってきたが、これも何やら様子がおかしい。実は目標へは、やはり道の途中で、娘の道芝を手にかけたのだった。ところがその殺したはずの道芝が奥にいると聞いて、 びっくりする。やがて母は、道芝の身代わりとして置きを切ろうとするが、道芝が止めに、入り、さらに目標絵がその刀をもぎ取り、道芝に切りつけた。その途端に、道芝の姿はかき消え、後には、道芝の切り首が現れる。道芝は、幽霊となって、母や姉に会いに来たのだった。このありさまに母もきも嘆く暇のあらばこそ、そこへが籠を連れて現れ、 沖が身を打った大価である大米の金を残し、沖を籠に乗せ連れて行ってしまう。目ヒョは置は沖を行かせられぬと、金を持って表に飛び出そうとするのを、声をかけて現れたのは神、さき修繕であった。修繕は、沖が行った先は、実は、車ではなく、自分が千人の筋あって、車からの迎えと偽り連れて行ったのであり。さらに目ヒョが、実は、千年滅びた。 赤松三助の夜いであろうと見破る。目標へは思い余って手にした刀を自分の腹に突っ込み、我こそ、刃もと赤松三助の足軽、鹿島県平らであると名乗り、娘やその腹の孫まで手にかけねばならなかった因果を妻に詫びつつ生き耐えた。主前は弔い領を残して立とうとするが、様子を伺っていた犬淵党内が手勢とともに、主前に襲いかかる。そこに、 雪平が駆けつけ、島内以下の者どもをことごとく打ち取り、主前主従はその場を立ち去るのであった。持ち氏の正室花の方の大尊として、局の岩藤と中老の小野江が、鎌倉の鶴岡八幡に参詣するが、岩藤は用があると言って、先に小野江を社殿に向かわせた。すると、一人になった岩藤は、わしの全六を呼び寄せ、何か相談があると見え二人でその場を立ち抜く。 家中の若侍も重いキューバが、鶴岡八万に三景に来る。全六が現れキューバに付け踏みを渡すが、それは、なんと岩藤がキューバに当てたものだった。岩藤の県政や人柄について聞いていた。キューバは困惑するが、とりあえず付け踏みは受け取り、返事は後にということにしてその場はやり過ごしたので、全六は去った。さてどうしたものか、とキューバが悩んでいると、 キューバとは恋仲である腰元の早井田が来て話をするところ、後ろから不義者見つけたと声をかけて現れたのは、他ならぬ岩藤である。不義は、お家のごハットと二人を連れて行こうとする。しかしキューバと早井田は、不義というのならこれは何かと先ほどの付け踏みを突きつけるので、さすがの岩藤も返答に急し、キューバと早井田は隙を見てその場を逃れて行った。 ことが、自分の思い通りにならず、ひどく、機嫌を悪くする岩藤。そこへ何も知らぬおのえが第三を済ませて現れ、全六もつけ踏みを渡した礼金を背びりに来たので、岩藤は、全六を、体よくあしらってさらせたが、いよいよ腹の虫は収まらない。いや、これ、小の枝殿や、なんとこの草履の汚れたのを拭いてくだされぬか、あの私に、おいの、ええ、いやか、じゃと言うてそれがまあ。 ほほほほほー描写の腰抜けに刃物汚しようより、幸いなこの草履と、岩藤は自分が履いていた草履でもって、おのえを散々に殴る。北斎女今川より、岩藤は自分が以前落とした密書をおのえに拾われたと疑っていた。そこへさらに今の不守備である。その不満の矛先を、岩藤はおのえに向けた。おのえが、町人の出であることをもって、 それではどうせ武芸の一つもできないだろう。それで、お役が務まるかと岩藤は、散々にののしり、挙句は、自分の履いていた草履でおのえを何度も殴る。あまりのことにそばにいた、おのえ好きの腰元たちは騒ぎ出すが、おのえはそれをとどめ、必死に、悔しさをおし隠し、後の戒めとしたいので、その草履をぜひともいただきたいと岩藤に申し出た。岩藤は、おのえの辛抱強さに呆れ、 草履を残して、先に、館へと帰ってゆく。岩藤の姿が見えなくなると、おのえはついにこらえきれず、その場で、わっと泣き伏した。腰元たちはそれを解放しながら、これもともども館へとあかえるのだった。持ち家の性質花の方の住む奥御、奥五殿その近くには、花の方に使える奥女中たちが、宿とする調曲が続いている。高木十内の娘おは,つは米や 佐川伝兵衛の紹介で、伝兵衛の娘で中老となっていたおのえにその下女として、この長局にあるおのえの部屋で仕えていた。下女たちが集まって、おしゃべりをしているところに、たまたま通りかかった、おはつも捕まって、話の中に入るが、その中でおはつは、昨日、鶴岡八万で主人のおのえが岩藤に、草履で持って殴られたことを聞く。そこに、岩藤が現れた。 他の下女たちは素そそくさとその場を逃れたが、お初は岩藤に捕まり、自分の噂をしていただろうといじめられる。死者の到来との声を聞き岩藤は、これで許してやるとお初を蹴飛ばした。お初は悔し涙を押ししてその場を立つ。古典と長局の間をつなぐ、長老化を死者が通る。死者というのは、持ち氏のおじにあたる大善である。 この大善もおうちを乗っ取ろうとする悪人で、岩藤はそれに組みしていた。持ち氏の着死花若の家督相続を妨げ、密書を拾ったらしいおのえも追放して、お家乗っ取りを成就させようと岩藤は大前と密談する。ながその近くの物陰に、たまたまいたのは、お初であった。やがて大前と岩藤は、別れてその場を立ち去るが、お初は大変なことを聞いたと動揺する。 しかし、お初は,は、とにかく、おのえを出迎えようと待ち構えた。やがて、おのえは、五点から下がり、長廊下を歩んでやってくる。だが、おのえの顔色は冴えない。さらに出迎えたお初が出した上履きの上草履を見て、昨日岩藤より受けた地軸を思い出し、いよいよ気持ちが塞ぐのであった。だがそれを何とかを失格し、廊下を歩み協局の自分の部屋へとお初と共に入る。部屋に戻ったものの、 やはり、おのえの木は晴れない。しかし、それをお初に悟られまいと、おのえは、尺が起こったと言って、お初に肩をもませる。やがて話をするうちに、物見ゆさんのことから、中心蔵の話が出るが、お初は縁や方眼が、執権諸直に侮辱を受け電柱で切りつけたのは、過酷を帰り見ぬ短慮であると述べた。それはおのえが、岩藤より地辱を受けたことについて、 単純なことをせぬようにとそれとなく意見したものであった。お初がおのえに戦時薬をあげようと奥へと入る。だが、おのえはその間に書き置きをしたため、さらに例の岩藤の草履とともにふ箱に収めた。おのえは岩藤より草履で殴られるという恥辱に耐えかね、自害する覚悟をしたのだった。薬を持って出てきたお初に、おのえはその不箱を急ぎ自分の里の母親に届けるよう命じた。 お初は嫌な予感がして明日届けたらというが、おのえに主の言いつけを背くかと叱られ、致し方なくよそ息に着替え、心残りながらも不箱を持って出かけていくのだった。後を見送ったおのえは、わっと泣き伏した。まださほど長くも使えぬ自分のことを大事に思ってくれるお初のことを不憫がり、また、親たちがあの書き置きを見たら、どんな思いをすることだろうとひどく嘆くが、 やがて自害の用意に、仏前とは入る。歯や火も西に傾き、お初は不箱を抱え、裏門から表に出る。おの,えの実家に向かうが、ちょうど道の向こうから来た二人連れ、それとすれ違う時に、かわいそうなことをした、という言葉が、お初の耳に入る。さらに空には、カラスの群れが飛んで鳴き声を上げた。お初は、縁起の悪さに立ち止まる。 おのえのことが気にかかって仕方がない。ついにお初は,は思い切って、ふ箱を開け、中身を確かめるとそこに入っていたのは、草履の形と遺書。お初は,はびっくりして、おのえのとへと急ぎ引き返す。入り合いの金が鳴る。大慌てで、おのえの部屋に入るお初。だが時すでに遅く、おのえは喉をかき切って自害した後だった。もはやこと切れ、呼べど叫べど返事もない。 お初は遅かったと泣き沈む。おのえの死骸の傍らには、岩藤が落としたという密書があった。はや、夜も更けた。この上は、草履で殴るという地軸を、あるじおのえに与えた岩藤を許すものかと、おのえが自害に使った会見と密書を持ち、お初は部屋を飛び出して、奥五天へと、一目散にかけてゆく。奥五天に忍び入ったお初は、出会いが知らに、岩藤の姿を認めた。 お初は,は会見を出し、主人の遺恨を覚えがあろうと岩藤に切りかかったが、敵も去るのみをかわし、打ちかけを脱ぎ捨てお初を取り押さえようとする。しかしお初は,は一年凝った力で振りほどき、ついに岩藤の体に何度も刀を突き通した。岩藤は、その苦痛に、七点抜刀、この騒ぎに薙刀を手にした腰元たちや、大杉玄三と大前も刀を手にして駆けつける。 大前はこの場のありさまを見て怒り、お初を打とうとしたがそこに、花の方が現れ、玄蔵ともどもひれ伏した。その隙を見て、お初は岩藤にとどめを刺し、花の方に密書を差し出して自害しようとするが止められる。花の方は密書を開き見ると、玄蔵に、おのえの死骸を改めさせ死罪を聞いた上で、武士も及ばぬ中心、軽投げであるとお初を褒め、直ちに中老に引き立て、 その名も二代のおのえと、改めて方向せよと命じた。お初は,は、おのえの後を弔いたいので出家したいと願い出たが、なお務めて、悪人たちの悪事を暴けと、花の方は、それとなく悟す。お初は,はその言葉に従うことにしたが、とりあえず主おのえの述べ送りをするため、涙ながらに、おのえの死骸を乗せた籠に付き沿って、館を出るのだった。縫いの助と三沢姫の二人は、 大見国へと向かって歩むうち、落ち川の船の渡し場にたどり着く。そこには、戸ま船が止まっており、縫いの助と姫が船で川を渡してもらおうと船人に呼びかけたが、その船に人玉が現れ、姿を見せたのは、なんと道しばであった。驚く二人に道しばは狂わずとめのうさつらさを語って、聞かせ、さらに恋がたきの姫を捕まえようとした、というのは、実は、 縫いの助とミサオ姫の見た夢であった。ここは、大海の鏡山、あのお初の父である、高木十内の詫び住まいである。官僚館から縫いの助とミサオ姫を連れ出したのは銃、内で、縫いの助と姫はここに隠れ住んでいた。二人はうたた種に、同じ夢を見ていたらしい。その夢の中で幽霊となって現れた道芝を、二人は、怖くもありまた哀れにも思うのだった。 さてこの十内の十家には、神崎主前の弟の畑助も居候していた。畑助には、占いの心得があって、それを見過ぎにしており、今日も正夜の作材門が良い年をしての恋占いを頼みに来たりしている。そこへ、鎌倉より、縫いの助と三沢姫のお手である、原田軍平が手勢を連れて訪れる。聞けば、縫いの助と姫の行方を占ってもらいたいという。 畑助は、作材門と軍兵にそれぞれいい加減な占いをして、金を巻き上げ、二人は帰って行った。十内と畑助は、良い金儲けができたと喜び、畑助は酒を買いに出かけて行く。大勢の友を連れた女かごの一行が、この十内の家の前にまで来た。友の一人が十内に呼びかけ、鎌倉より御息女様がただいまこれへ、お入りという。声を聞いて出てきた十内は、 一行の様子に驚き、こんな身分の高そうな人の親になった覚えはないがと、言いぶかる。すると籠の中から、立派な打ち掛け姿で出てきたのは、今は、中老となって二代のおのえと名乗る、娘のお初であった。お初ことおのえはしずしずと中へと入り、父の従内に手をついて挨拶する。おのえは、主おのえのあだを打ち、花の方に取り立てられ、中老となって、 里帰りを許されたことを話し、白木の台に乗せた土産物を十内の前に出した。だがその話を聞いた十内は激怒する。お主のあだを討ったのは良いが、その主になりかわり、中老となり、その名を称するとは何事だ。お前の主とはあくまでも亡くなった、おのえさまであり花の方ではない。それを仇討ちを理由に、主になりかわっての立身出世とは、人の道に外れたことである。 もはや親でも子でもない感動だと言い放ち、娘の持ってきた土産物も足下にする。あまりのことに、友のものが怒るが、おのえはそれをとどめ、友のものすべてを隣村で、二人きりとなった十内と娘のおのえ。すると、おのえは言葉を改め、自分は、足かけよりの上司であるという。十内はそれに驚き不詳ながらも、上司とあらば致し方ないと、おのえを噛座へ通し、 自分は、下座に平伏する。行方不明となっていた縫いの助と三沢姫の創作を、したところ、依然し、さき主前の家来であった、高木十内の住家に潜んでいることが判明した。縫いの助には、継ぎ目の臨時の紛失という落ち度があり、それによって、首を打ち持って帰るよう、花の方より命を受けてきたのだと、己は言う。これを聞いて従内は当惑するが、やがて心を決めたのか。 首は、打って渡すが、残人の猶予をいただきたい。それまで奥でご休息をと、二人は一旦奥へとは、入るのだった。だが表では酒を買いに戻った、畑助が、十内と尾上の話を立ち聞きしていた。畑助がうちに入ると、尾上と出会う。ところが話をするうちに、尾上は畑助の首をもらい受けたいという。そして一本の小柄を、 相模川で拾ったものだと言って畑助の前に差し出した。畑助はそれを見て驚く。それは神崎屋が主君持封人より配慮したものであった。さらにお上は続ける。現在持封寺京は病気で伏せっていることになっているが、実は相模川で何者かに首を打たれて落命したのだと。小柄と持封寺落命の話を聞いて呆然とする畑助。 おのえは再び奥へと入った。畑助は一人思い悩んでいる。だが、ふと、縫いの助と三沢姫の姿を目にした、畑助は思いもよらぬ行動に出た。なんと刀を抜いて二人を切ろうとしたのである。縫いの助も手筋に歯向かう忍否人と怒って刀を抜くが、畑助に姫ともどもねじ伏せられる。今まで縫いの助におとなしく使えていたのは油断させるため。実は、 自分は、あの大前と通じており、最前ここに来た軍兵に二人の首を打って渡す、つもりだと畑助はせせら笑う。縫いの助はそんな畑助の隙を見て、ついにその脇腹に刀を突き刺した。刀が刺さったまま畑助は倒れ伏し、銃内もこの騒ぎに奥より出てきてこれは何事かと仰天する。だが、なおも切りかかろうとする縫いの助を畑助はとどめ。 腹に刺さった刀を抜いたのを再び左の脇腹に突き立て思いもよらぬことを語り始めた。それは畑助は若気の至りで身を持ち崩し、兄の主前から感動を受けところどころを流上していた。それが二期証言の無本を聞きつけ、急ぎ間に駆けつけたところ、大杉現蔵に証言は相模川へ逃げたからその後を追って打てと言われた。 激しい雨と暗闇の相模川に至り身を潜めるうち、明かりを灯した一行が通りかかり、さらにその一行に切りかかる大勢の者。作綜する、その中で川を渡る牙の者を二機と思い、馬の足を切って落馬させ、首を打ち、なおもその手を恐れて、川に首を打ち込んだのだった。だが、最前尾の絵より聞いた話で、自分がとんでもないことをしたのが分かったのである。 二気と思って殺したのは、他ならぬ、持ちうじ境、そして、己の持ってきた小柄とは、自分が所持していたもので、相模川で落としたのだった。すべては現像に図られていたのである。この上は、命でもってこの大罪を償うより他ないが、同じことなら、一旦は手筋に当たる人の手にかかり、その上で死のうと、わざと縫いのすけたちに切りかかったのであると。 縫いの助はこれを聞き畑助の身の上を憐れみ、また、中心無二の家臣と思われた、大杉玄蔵こそ逆賊に他ならずというと、三沢姫や十内も畑助の最後に、共に涙にくれるのであった。そこへ、尾上が出てきて、継ぎ目の臨時紛出の落ち度により、縫いの助の首を打つという。縫いの助は、覚悟を決めて、首を差し出す。しかし尾上が首を打ったのは畑助であった。 尾上は花の方の命により、最初から畑助を縫いの助の身代わりとするつもりだったのである。表には再び尾上の友の者たちが揃う。尾上は首を首桶に収め、縫いの助と三沢姫の二人も伴い、鎌倉に向けてその場を立つのだった。この鏡山急二式絵は本来十一段の構成となっているが、実際には、 上のあらすじでも紹介したように9段目までしかない。初演当時に反抗されたジョールリボンにはその奥付けに初日より7段目までを上演したが、花肌好評につき8段目と9段目も出し、ジョールリボンもとりあえず9段目までを収めて反抗したとある。しかしそれ以後の10段目と11段目については上演されずジョールリボンも 前段を収めた者はついに反抗されなかったようである。神崎主前に、戦意のためと連れて行かれた、沖は、どうなったのか、また、日記証言や大前をしのぐ、大悪人らしい、大杉現蔵の正体とはなど、おそらくは十段目と十一段目に、その決着が描かれたのであろうが、内容が未完となってしまった以上、それを知るすべもない。ともあれ、 この浄瑠璃は初演同時大当たりし、柳沢新広氏の、演遊日記天命2年3月17日の上には、この時期に至るも、なお劇座で上演されていたことが記されている。本作は、加賀騒動を題材にしたものである。下代の、鏡山急二式へとは、お初こと二代のの絵が、大海の鏡山に住む父中内のもとに里帰りして、 故郷に錦を飾ったという意味であるが、鏡山の鏡に鏡騒動を当て込んでもいる。内容は、安永9年9月に京都で初演された歌舞伎、鏡山狂和社本によるところが大きい。これも鏡騒動を題材としたもので、三段目で畑助が現像にたばかられて、持ち氏を相模川で打つことや、九段目の畑助が一旦主筋の縫之助の手にかかり、 それから、改めて切腹する下りも、この、鏡山みや写本から筋立てを流用したものである。しかし、鏡山みやまきの方では、この加賀騒動に、脇筋として、局、岩藤、中老を乗え、その下城初の三人をめぐる筋を六段目、七段目に、かけて加えており、当初よりこの部分が好評で、本来の加賀騒動に関わる他の段は敗滅した。そして、 これが歌舞伎に取り入れられ、いわゆる鏡山物として上演を繰り返し現在に至っている。一方、鏡山狂和写本は、後にこれも人形浄瑠璃に直され上演されており、さらに、この浄瑠璃の鏡山狂和写本に、鏡山急に死刑の6段目、7段目を混ぜて上演することが行われた。現在の文楽でも、 鏡山み錦絵を通し狂言と称して上演する際にはこの形式をとっている。この浄瑠璃の鏡山み錦絵とそれをもとにした歌舞伎の鏡山み錦絵とはその内容にいろいろと違いがある。例えばお初がおののあだとして岩藤を打つ場所が歌舞伎では奥にはすなわち屋外になっているのに対してこの原作の浄瑠璃では奥御殿の中となっている。 しかし一番大きな違いは、岩藤が小野を草履で持って殴るに至った経緯と、その真理である。この、鏡山急二式絵は、女の中心蔵とも言われる。岩藤より侮辱を受け死んだ、小野のあだを、その下女のお初が取る話だからであり、七段目の尾野部屋では、お初が中心蔵すなわち、金本、中心蔵を引き合いにも出すが、その前の六段目、 鶴岡八幡も合わせて読むと、これが実際に、中心蔵のパロディになっているのがわかる。まず、奏本、中心蔵について言えば、初段大女で、執権高史家が、鶴岡八幡での兜と改めの後、縁や方眼の妻であるか、ほよ午前に横連暴し、無理やりつけ文を押し付け言い寄ろうとする。この場では結局か、ほよには逃げられるが、 後の三段目に至ってかホヨから拒絶の意を込めた、古歌を送られるのである。モロナオはひどく、機嫌を悪くする。そしてそこにはカホヨの夫である、エやヤ・ホが居合わせたが、ホウは、モロナオと妻か、ホヨとの行きなど知らない。その不機嫌を、夫のホウに、モロナオは散々八つ当たりしてぶつけ恥かしめる。あまりのことに耐えかねたホウはモロナオへ人情に及び、 後日切腹を命ぜられ果てた。一方、鏡山急2式刑の六段目では、場所は、中心蔵大女の舞台と同じ鶴岡八万、岩藤は、同じ家中の桃井元無馬に恋焦がれ、その思いを綴った付け文を、全六を返して、九馬に渡す。しかし九馬には、すでに早いだという恋人がおり、結局、岩藤の思いは叶なわなかった。ひどく、機嫌を損ねた岩藤は、 以前から快く思っていなかった小野絵に八つ当たりをするのである。もちろん小野絵にとっては岩藤がなぜ機嫌を損ねているのかなど知る由もない。しかし、それがこうじて岩藤はそれまで自分が入っていたぞおりでもって小野絵を殴るという所業に至る。小野絵はその場では必死にこらえたがやはり後に自分の部屋で自害する。この展開は中心蔵の男女を入れ替え、 同じ流れの話を取り入れていると言ってよい。改めて、奏本中心蔵の人物を、鏡山急錦絵に置き換えると、以下のようになる。現行の歌舞伎の、鏡山急錦絵では、上の岩藤と、桃井元無馬を巡るような話は出ないので、岩藤が尾上を草履で殴る理由はまた違うものとなっている。それは、最初から、尾上本人に直接向けられた憎悪であり、 造りも、前もって用意されたものであるが、原作の浄瑠璃を見るとその筋立ての一部もまた、中心蔵にならい、上が本人とは、関わりないことがきっかけで、理不尽な目に遭う話になっているのである。ありがとうございます。